はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今日はね、また車中泊車のね、ソーラーパネルのさ、取り付けをやっていきたいと思います。今さ、ソーラーパネルをこのちっちゃい金具でさ、4箇所炭をね止めてるんだよね。まあ一応仮止めしてみたんだけど、これじゃやっぱりさ、ダメだよね。で、まあ仮止めなんで結束バンドでさ、一応仮止めしてるんだ。まあこれでね、がっちりはついてるんだよね。もう全然動かない。がっちりはついてるんだけどさ、ちょっとやっぱり走行で振動があったりとかね、いろいろな面でさ、耐久性もないんで、これをねちょっと今日は外してね、ちゃんとつけていこうと思います。で、買ってきたのがね、この C チャンネル、 C ちゃんって普通言うけど、アルミのさ、ちょっと、肉厚も厚い丈夫なね C ちゃんを買ってきたんで、これをさ、キャリアにつけて、ここの間にね、ここのさ、この間にさ、この挟み込むようにねして、ソーラーパネルをねつけていこうと思います。やっとね、屋根のソーラーパネルの取り付けが終了しました。アルミのね C チャンネルをさ、 U ボルトでね固定して、これがね、一気にそのソーラーパネルがさ、両サイドにずれないようにもできるわけだよ。こういうふうにね、引っかかってるわけだよね。これでね、もうがっちり、びくともしない。がっちりね、揺すってみてもね、びくともしないね。これで多分大丈夫だと思う。うわ、雨が降り出した。雨が降り出したよ。とりあえずね、屋根のね、ソーラーパネルはこれでちょっとね、しばらく様子を見てみようかなと思います。ついでにね、こういうのを見つけた。こういうの。あれ？外れない？あ、外れた。これなんだろうね。あのね、リサイクルショップにね、あったんだよ。リサイクルショップにあったけど、なんか新品みたいなんだよね。全然使った痕跡もない。1000円で売ってたんでね、買ってきてみたんだけど、こう、伸縮できるわけで。で、横がね、こう、フックみたいになってる。横がフックみたいになってるからさ、じっちゃんの、車中泊車のさ、この上にね、簡単にこう引っ掛けられる。なんか物をさ、吊るすのにいいんじゃないかなと思って買ってきた。1000円だったけど、高いのか安いのかはちょっとね、じっちゃんには分かりません。余談でした。ちょっと休憩しよう。休憩しよう。甲羅のさ、そこの自販機でちっちゃい甲羅を買った。でっかいのが出てきた。はあ、疲れたね。もうね、大変だよ、一人でするのはね、作業はね。ちゃんとさ、準備万端整えてね、作業すればいいんだけど。わ、風が出てきた。ゆうべ、うわ、風の音がだいぶ入ってるかな。結構風が強いんだけどさ、今日はピンマイクを使ってないんでね。ゆうべはさ、すごかったね、風がね、すごい強かった。
台風のせいだったのかな。この横にさ、側溝があるわけだよ。でね、ブレジングはかぶさってるんだけどさ、ネジは落とすわ、金具は落とすわさ、もうえらい目にあったよ。それを拾うのにさ、上がんないんだよね、これね。止めてあるみたいな感じなんだよね。びくともせずに動かないんでさ、もう針金とか使ってね、一生懸命やったんだけどね、それで30分ぐらいロスしたね。何時だよ、もう4時が回ってる。4時15分、4時16分。とりあえずね、配線をさ引き回したんで、引き回してこれにつないだコントローラーにね、ちゃんとさ電圧来てるかちょっとチェックしてみようかね。プラス、これは表示はあれなんだね、これのコントローラーの表示はさ、バッテリーをつながないと表示しないのかな。何も表示してないけど、18V、 18V 発電してるね今ね。このあ、見える、ボケてる、見えるかな。18V発電してるね、ちゃんとね、ちゃんと発電はしてるね。ということは OK っていうことなのかな、これで。よくわかんない、じっちゃんもね、初めてのソーラーなんでね。で、さあ、今からちょっとバッテリーをさ、セットしてみようかね。とりあえずさ、テーブルをね、下ろしたんで、ちょっと中をね、後でまた片付けるとしてさ、とりあえずバッテリーをセットしてみよう。重たい、重たいな、おお、重たい、重たい、腰がどうかなるね。バッテリーはこれだね、これだよ、でっかいね。これさ、あれだね、配線用のさ、線はついてないんだね。ということは、これにさ、配線をするケーブルを作らないといけないのか。どうするかな。まあ、とりあえずさ、セットしてみて考えようかね。よいしょ。はまると思うんだけどな。余ると思うんだけどな。実は目検討で、目検討でっていうかさ、大体で作っちゃったんで、とりあえずこのテーブルの下にさ置いとくかいな、置いとくかね。で、後でさ、こっちを片付けてこっちに移そうかね。とりあえずここに置いて、ここに置くか。こっちを持つ紐がついてるね。でも持てるのかな、こんなんで。いや、これは持てるかな。すごいぞ、この重さは。何キロあるの。うん。重たい。時にこれを入れておくと、あ、ちょうど入るね、ちょうど入るな。箱ニスを塗ろうと思ったのにな、じっちゃん。このテーブルと同じニスがさ、まだ余ってたんで塗ろうと思ったのに忘れちゃったな。もう動かす気力ないぞ。よいしょ。はい、ボックスにね、ちょうど良かったね。ちょうどサイズ良かったよ。目検討で作ったのに。
じっちゃんの缶もまだ捨てたもんじゃないな。メケン島で作ったけど、綺麗に入ったね。綺麗に入った。でさ、これ使わないときはさ、ここにこう入れとこうかね。でここにカタカタ当たるんで、なんかさ、衝撃吸収剤みたいなのなんか売ってるよね。スポンジみたいなのがさ、あれをこの間に入れとくかな。そしたらもう大丈夫かもしれないね。あとさ、ケーブルっていうか線がついてないんで、線を作らないとダメだね。これからそのこれにつながるさ、線を作らないとダメだね。でないと充電できないよね。ということでね、とりあえずは入れたけど重たくて、蓋も、はい、蓋もしっかりね閉まります。蓋もしっかり閉まった。よし、これでもう疲れたよ、やめよう今日は。もうテーブルを元に戻すと、バッチリだね。バッチリだよ。バッチリ収まったね。配線の引き回しはね、上からキャリアに止めてさ、それから後ろのドアのね、こう間をずーっと下ろしてこう横にやって引き込んでたんだけど、引き込みはねこんな感じで引き込んでます。よし、とりあえず終わったか。とりあえずやめよう、今日の作業は終わり。あとはね、配線っていうかコントローラーとバッテリーの間の配線をさ、作らないとダメだね。ということでね、今回はじっちゃんの車中泊車にソーラーパネルを設置してみました。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。